ですかね、のとこで外走で、ね、サード切れませんでしたけれど、ここはもう一か八かで切ってきそうですね、サード。そうですか。いくらピーク早くても。あ、ちょっと引っかかりましたが、いやなかなかサードは切りづらそうですが、この吉川対亀井という対戦でやっぱり長打は期待できないんですよね、なかなか。はい、あのジャイアンツベンチからするとこれでもなんとか二塁へ。そうですね、もう1か8かでいいと思いますね。もう一度牽制です。その雰囲気というのは江川さん、ピッチャーは感じるものですか？それはありますね。なんせ1点ですからね、牽制の時一塁側に倒れますから牽制分かりやすいと思うんですけどね。スタート、初球でスタート、立岡タッチはセーフ。ポンと手を叩きました。いや金本さん、はい、金本さんおっしゃる通り、いやもうここはもうダイソーで出て、ね、もう盗塁するためのダイソーですよね。はい、セーフです。ボールが逆にいったらアウトでしたね。そうですか。ちょっとショート側にそれましたからね。もともとはソフトバンク、ジャイアンツに移籍して怪我をして右バッターから左バッターになった立岡、盗塁を決めて、さあ亀井がどうか。レフト中田、センター陽大館、ライト大谷翔平、自慢の外野陣です。ホームベースクロスプレーがあるのか。外、ボールです。球数は100球を超えてきました。わずか1点リード日本ハム。日本シリーズで悔しい思いをしたマウンド上吉川。スライダーですね。これ日本ハムの外野までですね、もう少し前でもいいとは思うんですけどね。そうですか。このランナー足がやっぱ速いですから、はい、普通のヒットではもう多分変えられてしまいそうな気がしますね。さっき逆ですけどね、あの、カーンというね真の人だったらなんとかね、こう3塁ストップということもありえますけど、ただ強肩揃いではあります日本ハムの外野陣、ちょっと今間を嫌いました。クロスプレーになりましたね。まあ取ってたらねアウトですけど、もうタックいったんですね、ランナーが。マウンドに集まります。八重川さん、亀井がよく打ちましたね。そうですね、非常に溜めてうまく打ちましたよね。でもあのセンターもあの余裕持って今バックホームしましたからね、自信あったと思いますよ。ここで、はい、ちょっとマウンドに当たったのが、バウンドが少しこうあれが普通に来てたら、というところでしょうね。スローカのグラブからボールがこぼれていきました。
さあ1対1同点。